もしもし。レオナルド様、大変なお車が入荷いたしました。すぐに来てください、レオナルド様。今何時だと思ってるんだ、ラトレル。そんなことどうでもいいんです。とにかく今すぐ来てください。わかったよ。それ買うから置いておいてくれ。ああ、お買い上げですね。ありがとうございます。なお、期限は1時間以内とさせていただきます。どうかお気をつけて、早くお越しください。わかったわかった。今から準備してすぐ行く。レオナルドタワー、昨夜39レディ。昨夜39ラインナップ and wait runway 12。ラインナップランウェイ12、昨夜39。昨夜39、wind 090 at 5, clear for takeoff runway 12。clear for takeoff runway 12, 昨夜39。さて行くか。heading 120, runway is clear, take off。いらっしゃいませ、お客様。やあ、ラトレル、待たせたな。お客様、この度は私、ディーラー・ラトレルをお選びいただき、ありがとうございます。いやいや、ラトレル、俺だよ、俺。俺だよ、ラトレル。はて、おそらく私とは初対面だと思いますが、お客様、確かに声だけは私の一番の顧客、アホのサク・レオナルドというやつに似てるんですけども。おい、こらこら。だから俺だよ、ラトレル。え、まさか本当にレオナルド様ですか？よく見ろよ。前と服全部一緒だろ。服もジャケットもズボンも靴も全部昔の俺じゃないか、ラトレル。ああ、本当ですね。この冴えない感じは確かにレオナルド様に似ているかもしれません。でもなぜお顔を変えられたんでしょうか？簡単に言うと、俺にはジュリアの他にもう一人妹がいる。その妹の仕事は美容外科医だ。っておい、ラトレル、聞いてるか？俺は思った。ジュリアと仲直りするためには、ジュリアの好みの男性像になればいいんだ。そう考えたんだよ、ラトレル。そしてこの顔が、ジュリアの好みの男の顔らしい。だから俺は変えたんだ。作家一同、みんな仲良くなくてはならないだろ、ラトレル。まあ、レオナルド様が良ければ、それでよろしいんじゃないでしょうか。私にとって、レオナルド様は最愛のお客様です。たとえ顔が変わっても、身長が変わっても、我々の大切なお客様ということには変わりありませんからね。ありがとう、ラトレル。そう言ってくれて嬉しいよ。今後ともよろしくな。もちろんですよ、レオナルド様。今後とも我がディーラーにどうぞお金をよろしくお願いいたします。ところで、新しく入った車というのはどれだ？レオナルド様、こちらのお車になります。おいおい、嘘だろ？ケーニグセグジェスコじゃないか。世界限定125台で5日で完売したと言われる伝説の車。そう、ケーニグセグジェスコ。創業者のケーニグセグが、お父さんのジェスコにプレゼントするために、プレゼントとして名前を挙げたんだよな、この車。はい、そのようですね。これはすごい。3億円から4億円するだろう、この車。そうですね、かなりお値段は高くなっております。まあ、実際の仕入れ値が4億円だから8億円で売ればいいか。とりあえず、これほど値段を聞くのが怖い車はない。一体いくらなんだ、ラトレル。お値段なんですが、諸経費、オプション、すべて込みで、10億円になります。10億。しかしながらいつもお世話になっております、レオナルド様のために、特別に2億円値引きして、8億円でいかがでしょうか。8億。いや、待てよ。でもこれがあれば、ジュリアの好みのタイプの男に変身した俺は、さらに作家では誰も持っていないジェスコを所有。いいかもしれん。これでジュリアにもまた惚れ直してもらえるかもしれないな。わかった、ラトレル。8億円で買おう。今すぐ手続きをしてくれ。レオナルド様、いつもありがとうございます。それでは今から手続きの書類を作成してまいりますので、しばらくおくつろぎください。もしもし？
あ、もしもし、レオナルドでございますが、ジュリア様でしょうか。そうよ。で、結局どうなったの？あ、すべて言われた通りにしました。そう、ご苦労だったわね。よくやったわ、ラトレル。じゃあ、24時間以内に4億円をすぐに振り込んでね。ああ、わかりました。では4億円をすぐに振り込みます。ところでジュリア様、その申し上げにくいんですが、私の取り分。皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました、新生ザ・クルー2の時間でございます。はい、ということで今ですね、私はディーラーに来ておるんですが、ケーニグセグジェスコ、今日はこちらの車をね、買いたいと思うんですよ。もうまず一番に買おうと思ってた車ですから、まあそれはね、まず第一号として、まあ買いたいわけですよ、ケーニグセグジェスコ。はい、ということでやってきました、ケーニグセグジェスコということでね、これは世界第1号車と同じカラーリングしてますね。うん、では早速ね、こちらのレオナルドが納車するということで、これすごいですね、本当。テストドライブもったいないからしません。はい、なのでこちらをね、今日今から買おうかなと思います。はい、お金の力で買えるというのは本当に素晴らしいことです。サミット制度では買えない。うん、いや、なんていうの、サミット制度じゃなくて、まあこういうふうにね、買えるというのはいいことですね。はい、ということで色なんですけども、普通に白で納車しようかなと思ったんですけど、黄色もかっこいいですね、これね。うん、まあまずはとりあえず白で、納車しましょうか。はい、ではね、白で、納車して、今日ちょっとカスタムしてみたいなと思います。ホイールも俺こっちの方が好きなので、これでいきたいと思います。はい、214,319円ですって。まあまあ安い買い物ですね、買いましょう。はい、まあ結構勇気がいるけどね、これだけ使おうと思ったら。はい、では今からね、実家の方に帰ってケーニグセグジェスコ、こちらをね、しっかりと見てみたいと思います。では早速家に帰りましょう。あ、こいつ服が変わってる。アップデートで新調したのか、おめかししたんだな君も。はい、ということでやってまいりました、早速ね、納車をいたしました、ケーニグセグジェスコ。こちら世界第1号車ということで、サクレオナルドがゲットいたしました。ではですね、今からカスタマイズしていきたいと思います。まあ簡単にですね。で、一応パフォーマンスはすべて、322オールレジェンダリーパーツを入れて、まあ320ということになりました。ではですね、今からカラーからしっかり見ていきたいと思います。まずはこのオフィシャルですね。オフィシャルでまあいろいろと見ていくんですけども、ちょっと今光の加減でね、ちょっと見にくいんですが、いろんな色、これ全部オフィシャルの色であるっていうことは、まあすごいかっこいい色があるっていうことですね。これとかめっちゃ似合いますね、ケーニグセグジェスコ。でもなんかイメージカラーは白ですから、もうこれは白でいこうかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。そして次ですね、これがスタンダードカラーになるということで、あ、まあこの辺はまあいいでしょう。これ赤色とかでもかっこいいと思いますけどね。ほら、こういう濃い赤色だったら十分かっこいいですよね。はい。ではもちろんね、白のままいきたいと思います。まあこんな感じでいいでしょう。ではそのままビジュアルパーツ、こちら行きたいと思いますね。まずはボンネットから見ていきましょう。これはね、まあいいかっこいいものを作っていきたいということで、世界に1台のケーニグセグジェスコを作っていこうかなと思うんですが、あまりはちゃめちゃなことをせず、特にね、はちゃめちゃなことをせずに、しっかりといいようにかっこよくカスタムしていこうかなと思います。これかっこいいですね。その次に私が気に入ったのは、これ意外と好きですね。ただ緑色のラインが減ってしまうので、ちょっとそれが寂しいかなということになりますね。これは難しいですね。緑色で、これだったらいいかな。3番、あ、でもちょっとね、ちょっとあれだな。待ってね。これは1番のまま行くしかないな。これは1番のままがいいね。やっぱりセンターストライプが入ってるんで、これはこのまま行きましょう。で、フロントバンパーですよ。この辺ちょっと難しいですよ、多分、今回。あ、これ2番かっこいいね。1番、2番。3番、4番、ヘッドライトが主に違う。4番、5番、6番、7番、あー、7、8、この辺はないね、この辺はないね。11、12、あー、そうですね。この辺結構アクセントが効いて好きかもな、これ。この辺ですね。あー、これか。これ、俺結構好きですね。白いラインが入って。ちょっとだけこれにしてみましょうかね。緑色のラインが入ってくるんでね、どうしても、仕方がないっちゃ仕方がないんですけども、1番も非常にいいんですが、とりあえずねちょっとアクセントをつけてみたいと思います。はい、おお、高いね。さすがケーニグセグジェスコのパーツ高いですね。でも高いからこそカスタムのしがいがあるんですよ。フロントフェンダー、おすごいすごい、これ1個増えるってことですね。あとは特に増えてるとこがない。うん、まあとりあえずじゃあつけときましょうか。はい、
とりあえずつけときますと。でその後にリムですね、これはまあ変える必要はないのでリムに関してはそのままいきます。はい、変える必要はありません。これブレーキキャリパーだけどさ、これ赤色にしたらすごいかっこいいんだけど、ここはもう緑の方がいいでしょうね。ほら赤色にしたらかっこいいんですけど、この周りがね緑ですからね。ああ黒になっちゃったこれなんで黒になるん、これ不思議ですよね。これなんで黒になるん。まあなんかなるやろうなと思ったけどさ、これ途中でこれ修正期間もんね。これリムブレーキキャリパーどの色だっけ、緑、さっきのやつ。ああでもちょっと微妙な感じになってしまうな。まあとりあえずね、とりあえずちょっとこの緑色のままもう一回戻しておきましょうか。で次に行きましょう。サイドミラーですね、これも変える必要全くないですね。もともとあめっちゃかっこいいやん、これにしよう。あのケーニグセグらしいといえばこれでしょう。はい、これにします。ありがとうございます。で、サイドスカートも同じようなのがありましたよね。サイドスカートもここで色が変わるのか。あ、完全なカーボンが、まあ、白のラインが入るということになりますね。フロントバンパーと合わせるとおそらくはこれが一番いいんでしょうけども、かなり悩みますね。やっぱりなるべくカーボンが多い方がいいから、これは1番のままいきましょう。リアウィングですよ、これもねそんなに変える必要がないんじゃないのかなと思うんですが、あすごい3番かっこいいな、これちょっと待ってね、これズームで、あーすごいですねこれ3番。もうなんかもう船というか飛行機やねこれね。あーこれいいですね。1番2番はないかなと思って個人的にね。やっぱりちょっと1番でも見てみよう。1番でもあやっぱりかっこいいっちゃかっこいいですね。1番でもね。ただ僕は個人的には、あごめんなさい、個人的には3番が好きかなと。おいやちょっと待ってね。そうっすね、意外とこっちの方が、これ悩むね。しかしとりあえずリアウィングこれでいきましょうはい、でジェスコですね、これで2番3番、あディフューザーがかっこよくなるねこれね。3番4番5番6番7番、あこの辺はないですね、この辺は個人的にはないかなと思ったりはしますね。6番、あマフラーがかっこいい、マフラーがめちゃめちゃかっこいいですねこれね。4番3番2番1番2番、あ個人的にやっぱり2番がいいですね。でもアクセントをつけるとなるとやっぱり3番がいいかなと思ったりはするんですけど、どうでしょうね。2番、オールカーボンでいくか、カーボンに少し、まあでもオールカーボンでいきましょう、これでいきましょうね。はい、2番で、いきたいと思います。そして内装ですよ、内装すごいなこれ、全部カーボンですね。内装はね、緑とかにできるのかな、これジェスコ赤とか、これ赤だったらどんな感じ。あでもそれでもだいぶかっこいいっちゃかっこいいですけど、そうですね、赤にしようか、赤にして自分が持ってるあれですね、フェラーリと合わせて、この色にしますマテリアルカラーはアルカンターラの方がいいですね。で、ここはもうカーボン適用ということで、まあそんな感じでいいでしょう。内装はちょっとね赤にこだわりたい、そうするとやっぱりブレーキキャリパー赤色の方がいいか。でもちょっとこの赤色でちょっとやってみましょうか、これね。まあやっぱりこっちが王道ですね、こっちにしましょうか。この緑色のラインがちょっとね、残念だなと思うけど、まあそれを思うと、まあ緑色を変に残す必要がないかなと思ったりするんで、フロントバンパーをあえて変えてみてもいいんじゃないかと思ったりはするね。これかっこよくない？これオールカーボン、この緑色の細かいところまで色を変えれるともっとかっこいいんですけどね。今この2番にしてるんですか？今2番ですね。1番2番、あこれはフロントバンパーの話ですね。そうですね、2、3、4、5、6、7、あ1番ですね。やっぱりこれは1番がやっぱり一番かっこいいですね、これはね。でごめんなさい、フロントバンパーですけどやっぱり統一しましょう、オールカーボンに統一したいと思います。はい、こっちに戻します。ちょっとお金を無駄にしてしまったけど、レオナルドには関係ない。はい、一応ブレーキキャリパーは赤色ということで、こんな感じになりましたよと。では一応これで周り見てみましょう。まあ若干ねちょっと緑と赤色のアンバランスがちょっと変な感じはするんですけども、まあまあいいかなと。かっこよくなりましたね。はい。まあでもどうしようかな。これ内装にね、緑とかあってほしかったんですよ、個人的に。
そしたらこのブレーキキャリパー緑とかと、まあ、一緒に合わせられるかなと思ったりはしたんですけど、まあフロントバンパー、そしてエアインテークダクト、あとはサイドスカート、そしてリアバンパー、こういったところですね、リアのスポイラーの付け根、こういったところに全部緑が、まあ、入ってますんで、どうしてもね、アンバランスさがちょっと出てしまうんですけども、そこはまあご愛嬌ということで、すべて、フルカーボンということにしてみました。はい。一応こんな感じで完成。あ、レオナルド似合ってるやん。これでちなみに、ちょっとま、開けてみよう、これ。これ開けるときどうすんの、これ。今までこれチョボみたいなのがあってさ、開けれてたんだけど、どうやって開けるん、これ。フォーカスか。そういうことや。びっくりした。びっくりしたわ。はいはい。ちょっと待ってね。めっちゃやりづらいな、これ。めちゃくちゃやりづらい。これどういうこと？これどこ？ヘッドライトか。はい。では、これすごいやりづらいんですけど。うわー、かっこいいですね、これ。ほー。ちょっと乗り込んでみましょう。はい、かっこいいですね。うわー、すごい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 。内装、ジェスコの内装、もちろんですけど見たことはありませんから、ああ、こんな感じなんですね。へえ、すごいかっこいいですね。うん。はい。まあ、そんな感じです。じゃあ今からですね、ちょっとこれ、出てみましょうか。ドライブしてみましょう。よかった、雨じゃなかったわ。絶対雨かと思った。あ、でも結構いい音するんじゃない？これ。はい。どんな感じですか？皆さんこれ。ちょっと変かな？変だったらちょっと変えようかなと思うんですけど。やっぱり白の車にしたのは、イメージカラーが白だから。まあ、ただそれだけなんですけど。で、あと、まあ、白だったら内装は本当は、ブレーキキャリパーと、この緑色のアクセントに合わせて緑色をね、つけたかったんですけども、緑色の内装がなかったので、それだったら赤色にしようかなと思って赤色にしてみました。本来ならあの黄色の内装、オレンジみたいな内装も非常にかっこよかったんですが、そうするとブレーキキャリパーもオレンジにしてさらに緑みたいな感じにしようかなと、するのかなと思ったので、ちょっとね、その辺が、危ねえ、初事故。そういう風に、まあとにかくそういうことですよ。はい。で、一応内装こんな感じですね。うん。まあ、そんなに、まあ、アゲーラとそんなに変わらない気がしますけど、内装に関してはね。はい。こんな感じです。いかがでしょうかね。赤の内装、白のボディに赤の内装、赤のキャリパー、そしてアクセントカラーにケーニグセグのイメージカラー、そしてこの緑色のケーニグセグのアクセントカラーにセンターストライプがグレーと。いうことで、まあちょっとカラフルな感じにはなってしまいましたけど、まあでも一応かっこいいっちゃかっこいいですよね。うん、はい。そんなこんなでいい感じに仕上がったと思っておりますんで、今日はこれぐらいにしておきましょう。いやー、もうちょっとね、凝ったジェスコを作ろうかなと思ったんだけど、とりあえずやっぱり色がね、これ以上変えれないっていうのがあるので、その辺はちょっと仕方がないですね。これどこに止まってんの、この車。どうしたん、これ。これバグ、誰か突っ込んでるのかな、誰かが事故ったってことかな。はい。まあそんなこんなで、とりあえずジェスコゲットいたしました。はい、ありがとうございます。自然に傷が修復するって素晴らしいですね、ほんとね。はい。では、おお、もちろんウイングもね、ちゃんとブレーキ踏んだら動きましたね、さっきね。はい。では一旦家に帰りましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで、ケーニグセグジェスコ今日ゲットして早速カスタムしてみました。まあカスタムというか内装外装いろいろ変えてみただけなんですけども、この後また、まあいろいろとカスタムを加えていくかもしれませんが、まずはこのような感じになりました。とりあえず、まあなんというか、この内装の赤に関してはちょっと変えるかもしれないし、まあいろいろとやっていくかもしれないですけども、この調子でいこうかなと思います。まずは、記念すべき第1号ということでジェスコゲットです。これからもサクレオナルドをどうぞよろしくお願いします。レオナルドは顔が変わってもレオナルド、今までのお茶目なレオナルドでいきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。